岐阜市北は43展望室から望む大縄場大橋大縄場大橋は岐阜県岐阜市の長良川に架かる主要地方道岐阜関ヶ原線の橋である。岐阜市中心部から元須郡北方町、元須市、伊比郡大野町、安八郡郷土町、伊比郡池田町方面への主要道路を担う。 長良川左岸側は、季節道路までの距離が短く、まっすぐに道と橋を結べないため、取り付け道路が、ループ構造の高架橋となっている。主要地方道岐阜石河原線が、長良川を越す箇所に架かる橋として、1971年頃に、計画されたが、長良川左岸の橋取り付け部分について、街頭地区に、 事業計画を下したところ、反対運動が組織されて、用地買収交渉に時間を要することとなった。また、右岸の島地区も、土地区画整理事業が大幅に遅れたため、橋の用地買収、設計が1974年の年、計画決定から10年も経ることとなった。同年中に、事業認可を受けた、仮称、清流大橋と名付けられた同郷の構想は、 278.8メートルの元橋、右岸取付328.5メートル、左岸取付381.6メートルで、総延長988.9メートル、福音20.9メートルから34.0メートルを想定し、総事業費は83億6千万円とされた。右岸の用地は、島と地区各整理事業で確保し、左岸の用地は、 任意買収で確保を行い、1986年度に工事着工、1991年度に竣工し、1992年12月6日に供用開始された。地元では、仮称「清流大橋を、島大橋という名称にする用島、広報連合会が岐阜県知事や岐阜市長に陳情を行っていたが、左岸取付部の町名から、大縄場大橋と名付けられている。 なお、島大橋の名称は、主要地方道岐阜石ヶ原線のいじら川と根尾川を、またぐ橋で採用されている。大縄場大橋は、元橋部分以外に、大縄場大橋右岸高架橋、大縄場大橋右岸側系観高架橋、大縄場大橋左岸側系観高架橋、大縄場大,大,大橋左岸ループ高架橋から、構成されている。長良川左岸部の北側に、 岐阜県立岐阜高等学校がある。ありがとうございます。